はい、どうも、甲子園球場のお膝元、兵庫県西宮市でライターとして活動しております、奥大輔と言います。このチャンネルはですね、阪神タイガースを応援しようということで、今シーズンから解説をしております。毎日試合の後にその日の試合を阪神ファン目線でいろいろ振り返ってですね、こうしていろいろお話をして、それをノーカットの編集で YouTube とですね、音声アプリのヒマラヤの方にアップをしております。でですね、当初はですね、趣味の延長みたいな感じで何気なく始めたんですけれども、結構ですね、見てくださってる方もちらほらとですね、増えてきましてですね、僕もちょっと頑張っていこうかなというふうに思っておりまして、できるだけですね、毎日こうして動画を配信しようと思って頑張っております。で、できるだけですね、最初は好きなことを喋ってたんですけど、できるだけですね、多くの方に共感していただけたりですね、面白いなと思ってもらえるような、またですね、普通の人が見ないような細かいところを見てみたりとかですね、ちょっと違う角度から見てみたりとか、少し深掘ってみたりとかですね、ちょっとでも皆さんにとって、価値のあるですね、お話というか価値のある動画を、提供できたらなというふうに頑張っておりますので、もしよろしければですね、チャンネル登録とかですね、いいねとかコメントいただけると励みになりますので、よろしくお願いします。またですね、毎日こうして上げてますから、過去のですね、動画なんかも結構溜まってきましたんで、そんなもですね、もし お暇があればですね、見ていただけると結構面白かったりします。やっぱりその時その時でファンの心情って変わってますからね。僕もたまに過去の動画見返しますけど、もうシーズン当初はですね、ボア外せって言ってましたからね。やっぱり活躍しだそうですね、ボーは頑張ってほしいみたいな風にね、変わってきたりもしますので、そんなですね、その時のファンの心理のこう変化なんかもですね、この動画、撮ってるとですね、違いが分かって面白いなと思ったりしておりますので、もしよろしければですね、他の動画も一回見てもらえたらなという風に思います。はい、ということでですね、今日も早速ですね、試合を振り返っていきたいんですけれども、いろいろですね、人と違う部分を見たりですね、ちょっと深掘ってみたりですね、って言ったばっかりなんですけど、今日はちょっともう、完敗ですね。完敗中の完敗で、もう何をどう振り返っていいのか、ちょっと僕もですね、今困ってるような状況で、広島戦なんですけど、今日から3連戦ですね。前回が9連戦あったんで、木曜日が休み、昨日はですね、休みで、で、金土日3連戦やって、また月曜休みということで、ね、3連戦ということなんですけれども、その初戦ですね、京セラドームで、広島戦ということだったんですけれども、今日はですね、2安打しか打てずにですね、無四球完封されたんですね。それもルーキーのですね、森下投手にですね、広島のルーキーの森下投手に手も足も出ずに、もうひねられたみたいな感じですよね。無四球完封で2安打ですから、もう一歩間違えたら完全試合をですね、食らっててもおかしくないような、そんな感じの試合でしたね。なので、振り返りようがないんですけれども、でもそれではでね、あれですから、いろいろとですね、振り返っていきたいなと思うんですけど、まず藤浪投手ですね。藤浪投手、僕、そうですね、今日のピッチングは、なんと言っていいのか分かんないですけど、そんなめちゃくちゃ悪いとは見えなかったんですよね。その絶好調ではなかったんですけど、そんなに、絶不調とかね、もう目も当てられないみたいなピッチングではなかったと思うんですよ。結構、イニング数も投げましたしですね。で、フォアボールが今日4つですかね。前回はね、ちょっと良かったんですね。前回、前々回あたりはちょっといいピッチングしてたんで、藤浪がですね、結構こうまた復活してきたな、みたいな感じで、その印象を持って今日の試合見た人は、やっぱりあかんやんけ、とこう思われる方もですね、多かったかもしれないんですけど、僕はですね、今日の藤浪投手が普通ぐらいかなっていう感じですよね。今日のが普通ぐらいで、前回、前々回がちょっと良すぎたというかですね、ちょっと調子良かった、みたいな感じだと思うんです。前回はですね、フォアボール1個やったかな、と思うんですけど、今日は4つなんですけど、僕大体3つから4つぐらいにフォアボールがですね、抑えられれば、藤浪投手としては、いいのかなと思ったりしております。他の選手の話の時にも言いましたけれども、その短所をですね、こう、強制をしていくっていうのはなかなかやっぱり難しいし、スポーツに限らずどの分野でもそうですけど、結構うまくいかないことが多いんですよね。短所をですね、修正しようと思うと長所まで消えてしまうんですよね。じゃなくて長所を伸ばしていくっていうのがやっぱりいいのかなというふうに思います。藤浪投手にですね、コントロールよくしろっていうのは、もうやめた方がいいと思うんですよね。ならないですから、そんなに簡単に。コントロールよくしろって言われてもですね、ちょっとずつ、長い期間をかけてですね、ちょっとずつ改善していくことはできるかもしれませんけど、もうね、今すぐコントロールよくしろってのはそれは無理ですから、それだったらもう球威とですね、球のキレで勝負ですね。もう細かいコントロールはいいから、もうとにかく力で押すみたいなですね。そんなピッチングをですね、して、そっちを伸ばす方がですね、僕は絶対いいと思うんですよね。例えばですね、前の動画でも言った近本選手なんかですね、去年すごいヒットたくさん打ってですね、で、おそらくですね、
コーチとかですね、周りの解説とか OB の人にもっとフォアボールを選びなさいっていうようなこと言われてたと思うんですよね。で、近本選手の良さっていうのはですね、ガンガン振っていくことが近本選手の良さなんですよね。で、フォアボールを選ぼうと思うと、そのガンガン振っていくっていう良さが消えるわけですね。見ていかないといけませんから。ってなったらですね、フォアボール、結局、まあ、だから今シーズンの最初の方、結構球選ぼうとしてたのかもしれませんけど、そんなに、フォアボール増えるわけでもなく、で、ヒットが減るみたいなですね、やっぱり、よくない状態になっていくんですよね。で、やっぱりもう積極的に振り出してから、やっぱりね、調子も上がってきましたから、やっぱりそういったですね、長所を伸ばしていくっていうのは、まあ、どの選手にとっても大事なのかなというふうに思いますね。なので、僕はですね、藤波投手、フォアボール3つ、4つぐらいに、まあ、抑えてくれれば、まあ、いいのかなというふうに思いますね。で、今日特にですね、初回に3点取られたんですけど、この3点はですね、実はフォアボール絡んでないんですよね。全部、まあ、打たれて取られた、まあ、ですね、点数ということですから、これはですね、もう、長年野球を見られてる方はわかると思いますけど、どんなにいいピッチングしてたって点取られるときは取られるし、どんなにですね、フラフラでも抑えれるときは抑えれるんですよね。いいピッチングしてるっていうのは点を取られる確率が低くなるというだけでゼロにはなりませんよね。で、コントロール悪かったりですね、球の切れなかったりしたらですね、捉えられる可能性は高くなる、点取られる可能性は高くなるけども、絶対取られるというわけでもないんですよね。だから、この辺はですね、まあまあ、今日は、まあ、相手のですね、打線が、調子良くて、そこでたまたまヒットが繋がって点取られたっていうような、そういった若干ですね、まあ、巡り合わせというかですね、そういったのもあったのかなというふうに思いますよね。それこそですね、菅野投手から10点取ったりするわけですからね、どんなにいいピッチャーでもですね、いい球がいっててもですね、どんなに素晴らしいキレのある変化球がいってても、それはまあ、打たれるときは打たれるんですよね。なので、この辺はですね、まあ、今日はもうフォアボールで崩れたという感じではなかったので、その辺はですね、まあ、もちろんフォアボールから点数につながって、てるんですけどね、フォアボール出してなければ余計な追加点は与えてなかったかもしれませんけども、まあ、いつもみたいにですね、その要するに去年とかですね、調子悪い時みたいにもう全然ストライクが入らないで、もうどんどんフォアボールでランナー貯めてガツンと一発食らって、ノックアウトっていう感じではなかったので、まあ、まあ、まあ、6点取られてね、まあ、いいピッチングとは もちろん言えないんですけど、そこまで悲観することはないのかなというような気はしますね。ちょっとしたことで、また藤浪投手はですね、いいピッチングができるような、今日はそんな内容だったというふうに思いますね。ただ、前のですね、藤浪投手が登板した時の動画でも申し上げましたけれども、前みたいにですね、調子よく投げてる時に、勝利投手ですね、勝ち星をつけてあげないと、やっぱりこうしてですね、だんだんこう、調子が落ちてきてしまうんですよね。なので、早い段階で藤浪投手には勝ち星をしっかりとですね、やっぱりつけてあげてほしいなっていうのが、まあまあ、ファンとしての、まあ、心情ですよね。そうじゃないと、ね、せっかく頑張ってんのにずっと勝ちがついてなかったらですね、やっぱり気持ち的にもめいってくるでしょうし、やっぱり気持ちの持ちようっていうのが、ピッチングにはですね、やっぱりもろに出ると思いますから、そういった意味でもですね、早い段階で、まあ、勝ち星をつけてあげてほしいなと思いながら見てたんですけど、今日はもうはっきり言ってですね、藤浪投手の出来がどうこうという問題ではなかったですね。試合始まる前はですね、今日の、まあ、試合のですね、ポイントは、まあ、藤浪投手の出来かなと僕思ってたんですよね。皆さんもそうだと思いますね。今日のポイントは藤浪投手の出来やなと。藤浪投手がしっかり投げたら勝てるしですね、いつもみたいにフラフラでフォアボールでなったら負けるな、今日はどっちかな、みたいな感じで見てたと思うんですけど、まあ、今日の試合はもうそういう状況とか、そういうレベルではなかったですよね。もうとにかく、もう、ヒットが出ないんですから、出塁できないんですからね。藤浪投手がもし今日6点取られましたけど、5点に抑えてても4点に抑えてでもですね、1点に抑えてでも負けてたわけですよね。だから、まあ今日みたいな試合は本当はですね、こっちも0点に抑えて 0-0 でいかないとまあ勝ち目ないんですけど、まあそこまでのことをですね、藤浪投手に求めるのはやはりちょっとまあまあ、高望みしすぎやなと思いますから、今日はやっぱり打つ方が問題と言わざるを得ないでしょうね。じゃあ、どんだけ相手のピッチャーが良かったとしてもですね、相手のピッチャーが良かったから打てませんでしたというのでは、これはプロとしてはですね、やっぱ失格なわけですよね。なんとかして、1点2点取ればですね、そこから突破口にして崩していくことができるかもしれませんから、やっぱり完封されるっていうのは、プロのですね、チームとしては恥ずかしいことということですよね。で、特に今日見てるとですね、まあ、
策がなさすぎですよね。策ですね。何かしら打ち崩すためのですね、突破口をこう、なんとかしてこじ開けたろうという、そういった工夫もなければ気迫もですね、感じられないわけですね。もちろんそれは、勝とうと思ってやってるのは当たり前なんですけども、それがですね、まあ、観客に伝わらなければやってないのと一緒なわけですよね。これ仕事ですからね、プロですから仕事でやってるわけですから、気持ちはあるんやと言われても、それは気持ちでは飯食えないわけで、それは結果を出してくれ、ね、結果が出ないんやったら、その、プロセスをですね、伝わるようにやっぱ見せてもらわないといけないわけで、それがですね、全然各バッターから感じられなかったので、やはりですね、今日の試合は、まあ、阪神ファンの皆さんですね、僕もそうですけど、まあ見ててつまらない試合だったなっていうだけのことになってしまったのかなというふうに思いますね。で、具体的に言うとですね、そんなに森下投手、そこまで今日、素晴らしい、めちゃくちゃその、ね、いいピッチングだったっていう感じでもなかったんですよね。まあ、まっすぐがですね、多分、まあ、表向き俺も来てたんでしょうね。まっすぐに全部こう、振り遅れたり詰まったりしてですね、まあ、そのせいで、まあ、変化球も手が出ないというかね、泳がされてみたいな、そんな感じで、なかなかこう、打ち崩せないっていうまま、回がどんどん進んでいったっていうことですね。特にですね、その、おそらく、まあ、最初からなのか途中からなのか分かりませんけども、まあ、ストレート狙いで行こうって多分、ね、そういった、狙いを定めたと思うんですよね。まあ、これチームとしてやってるというか、まあ、まあ、個人でね、それぞれの選手が、よし、ストレート狙おうということで、結構カウントの浅い時に、ストレートをですね、しっかり狙って振っていくみたいなバッティングをですね、やってたんですけど、ところがですね、そうやって狙って、ストレートをですね、振っていってんのに、それに詰まったりですね、振り遅れたりしてるんですよね。さあ、これはですね、やっぱり、なんていうんですかね、狙いを定めてる意味がないわけですよね。例えば、追い込まれたらですね、三振したらアウトになってしまうんで、まあ、とにかくバットに当てないといけませんから、まっすぐが来る、まあ、まっすぐのタイミングで待っといて変化球が来たらなんとか食らいつくみたいな。まっすぐも変化球も両方ともこう振っていかないといけないから、まあ、両方ともですね、なんとかこうバットに当てるみたいな、そういったバッティングなのでしょうがないと思うんですけど、その追い込まれる前にまっすぐに狙いを定めるっていうのは、これは空振りしてもいいから絶対に振り遅れたらダメな場面ですよね。要するにそのストレートに負けないように振っていくわけですから。だから1回目の打席でまっすぐ狙って集まったり振り遅れたなと思ったら次の打席ではもうちょっと早く振らなダメなんですよね。早く振るっていうのはポイントを前にするとかですね。さっき、ちょっと振り遅れたから少し早めにタイミングを取るとかですね。そういった、これが工夫ですよね。で、この結果ですね、まあちょっと早く行き過ぎたなとかですね、ちょっと右の方にですね、引っ張ってファールになったりとかですね、空振りになったりとかですね、まあそれはまあしょうがないですよね。それで微調整しながらですね、まあヒットを打っていくわけですから。だから、まあそういったですね、まあ微調整した結果空振りしたりっていうのは、まあ、致し方ないなと思うんですけど、そういったのも見えないわけですよね。今日9人バッターいましたけど、それがですね、実際に見れたのっていうのはね、梅野選手だけですね。梅野選手が1本だけヒットを打った。まあ今日2本打ったんですけど、9回に最後近本選手が打ったんですけど、梅野選手がもうそれまで1本しか打ってなかったんですけど、その1本はですね、ストレートも狙い撃ちして、これもしっかりとですね、振り遅れないようにですね、振り負けないようにしっかり振り抜いて、引っ張ってですね、ヒットを打ったっていう、まあそういったヒットなんですけど、まあ、この1本だけ、だから梅野選手だけですね、今日その姿勢が見れたのがですね、まああとはもう全然その、ね、初球からストレート狙っていて、そこにストレートが来てんのに振り遅れるみたいなですね。何のためにストレートを狙い撃ちしてんのか、わからないようなバッティングをずっとこう、ね、それをもう何回も繰り返してやってるみたいなですね。例えば足の速い選手だったら、ちょっとセーフティーバウンドをやってみるとかですね。まあもちろんその、何か策をつけても、ね、セーフティーバウンドやるだけが策じゃないんですけど、例えば思いっきり空振りしてみるとかですね、その狙い球は実は、変化球を待ってますよっていう風な、こう、スイングをしてですね、相手をこう、あ、変化球待ってるな、ほな、まっすぐで行こうか、という風にこう思わしといて、来たまっすぐを打つとかですね。まあ、そういういろいろこう、駆け引きみたいなのあると思うんですけど、何もないんですよね。その、粘るでもなくですね、何か揺さぶるでもなくですね、何か変えるでもなくですね、もう本当に相手ルーキーですから、がむしゃらにやってるだけですからね、そんなに向こうもその、なんていうんですかね、もう老快なピッチングという感じではなかったんですね。普通にですね、ストレートと変化球をですね、いいコースに投げ込んでくるという、そういっただけのピッチングをしてたんですけども、それがですね、全然こうついていけないみたいなですね。なので、ちょっと今日はですね、少しまあプロとしてどうなのかなっていうような感じがまあ正直ですね、見てて思いましたですね。はい。あとですね、それから、ちょっとまあ今日気になったのはですね、まあそれはまあ、要するに、
初回にも3点取られてしまって、その後手回しも出ないっていう状況ですから、もうはっきり言って、初回に勝負決まってしまったような感じですけどね。まあ途中で手の打ちようはいくらでもあったと思うんですけど、なかなかそれが打てなかった。例えば代打をですね、途中でどっかに出すとかですね。今日の代打の出し方もですね、最後もう9回になってですね、福留選手と糸井選手をですね、出したんですけど、これもですね、そういった使い方をすると、やっぱりですね、なんて言うんですかね、まあ、何回も言ってますけど、コンピューターゲームをやってるわけじゃないですから、ただ単にですね、数字を見てですね、あ、この数字の選手だったら、このぐらいの期待ができるから、ここで使おうかとかですね、相性がですね、相手のピッチャーがこうやから、相性がいいから使おうかとか、そういうだけではなくて、人間がやってることですから、やっぱり気持ちをですね、どう動かすかっていうことですよね。ベテランのですね、糸井選手とか福留選手の今日みたいなですね、負けが確定してる場面でですね、でランナーもいない時にですね、代打で出されてもですね、絶対モチベーション上がるわけないですよね。こんなん、別に、経験者じゃなくても、普通に、まあ、他の仕事とかでもね、何でもそうですけど、もう考えたら分かりますよね。なんで俺ここでこんな仕事せないかんねん、みたいな仕事をさせられるわけですから、それはモチベーション上がりませんし、モチベーション上がらずにいったら当然結果悪くなりますから、そしたら成績下がるわけですよね。そしたら、福留選手とか糸井選手に関して、にしてみたらですね、なんで俺こんなとこで使われないかんねんっていう、まあ、不信感になってしまうわけですよね。でそういったですね、ちょっとした配慮みたいな、こういったのももちろんチーム作りのですね、基礎の部分ですから、しっかりとですね、首脳陣は考えないといけないんですけれども、僕は今日ちょっとですね、そういったあたりのですね、負け試合だってですね、采配きっちりやっていかないといけないですね。負け試合からとりあえず調整のために出しとけっていうのでは、やっぱりですね、長期的に見ていいチーム作りとはできないと思いますから、その辺はですね、僕今日ちょっと疑問に思うですね、采配でしたね。それともう一つですね、もう一つ。藤浪投手がですね、最後の6点目を取られるんです。4対0のままずっと来たんですけど、初回3点取られてですね、次1点取られて、これで4対0になってですね、そこからちょっと耐えてたんですよね。そこからなんとかですね、無失点できて、最後ですね、追加点2点取られて 6-0 になって交代になるんですけど、最後のですね、2点がですね、これ実はピッチャーの森下投手に打たれた、タイムリーなんですけど、その前のですね、8番にいた、田中選手だったかなを、これ申告敬遠したんですよね。この回ですね、多分先頭打者に確か出られたと思うんですけど、その後、まあ、2アウトまで行ってですね、ランナーがセカンドに行って、2アウトセカンドで8番バッターだったんですけど、それをですね、矢野監督が申告敬遠をしたんですけど、これもですね、僕は藤浪投手にとってはですね、まあ、どうだったのかなというふうに思うわけですよね。当然ですね、まあ、藤浪投手、やっぱり今一番こう課題になっているのはメンタル部分やと思うんですよね。もちろんそのばかりですから体力も問題ないし、技術的にもそんなにですね、昔と大きく何か変わってるわけじゃなくて、やっぱり精神的な問題だろうと思うんですね。その、まあ、ちょっとしたことですからね。で、そういう時にですね、その、8番バッターを申告敬遠して9番のピッチャーを、こう、と戦わせるっていうのはですね、それはデータ上見たらですね、矢野監督からしたら当然その、ピッチャーっていうのは打率が低いわけですから、ピッチャーっていうのは、まあ、大体どの球団もですね、そんなに打つ方がですね、専門でやってませんからね、練習もそんなに打つ練習してませんので、ピッチングのね、練習に専念するわけですから、よっぽどですね、バッティングのいいですね、ピッチャーとかじゃない限りはもう打率は低いわけですから、まあ、ピッチャーやったら抑えられるだろうという、そういったですね、作戦なわけですよね。で、8番バッターと9番バッターやったら、8番バッターの方が打たれる可能性が高いから、これを敬遠して、9番のピッチャーと。で、これを抑えたら、0点でいけるからっていうことだと思うんですけど、ただですね、9番のピッチャーなんだから、抑えて当たり前だろうっていうですね、そういったプレッシャーが当然かかってくるわけですよね。なのでですね、これは逆に藤浪投手にとってはですね、なんていうのかな、プレッシャーになってやりにくくなったと思うんですよね。もうね、申告敬遠というのは監督がしますから、8番を申告敬遠して9番と。これおそらく、矢野監督はですね、藤浪のためにやったと思うんですよね。藤浪のためを思って、まあもちろんチームのためもそうなんですけども、藤浪はこっちの方がやりやすいやろうということでやったと思うんですけど、僕はこれね、多分藤浪投手にとっては逆効果だったんじゃないかなというふうに思います。これもですね、やっぱり人間がやることですからね、その数字だけでですね、確率高い低いっていうことではなくて、どういったシチュエーションでその人間の確率が上がったり下がったりするのかっていうのをですね、これを見極めるのがこれ、リーダー、指導者としてのですね、大事な部分やと思うんですよね。その、ただ単にですね、まあもちろん野球っていうのはですね、確率の高い道をどんどん選んでいくっていうスポーツですよね。100% はないわけですから、
例えばバッティングにしても確率が高い、ヒットになる確率の高い待ち方とか打ち方をすると。でそれを実践できるだけの技術力があるかどうかっていうのはもちろんありますけども、考え方っていうのはやっぱ大事なんですけど、もちろんですね、その、ただ単なるその数字だけではなくて、さっき言ったように、その人間のですね、モチベーションが上がるか下がるかとかですね、プレッシャーがかかるかかからないかとかですね、それも人それぞれなんですよね。プレッシャーがかかる場面の方がパフォーマンスが上がる人もいればですね、プレッシャーがかかるとですね、パフォーマンスが下がる人もいるわけですよね。でチャンスでパフォーマンスが上がる人もいれば、チャンスで下がる人もいるわけですよね。やっぱり人間の心にも特徴があるわけですね。そのそれぞれのプレイに特徴があるのと同じように、メンタルにも特徴があるので、その辺をうまく見極めて使っていくっていうのはですね、本当にその人を動かしていくというリーダーのですね、一番大事な仕事だと思うんですけど、その辺がですね、今日の試合はちょっとですね、なんていうのかな、欠如しているというかですね、その辺までちゃんと考えて、チーム作りできてるのかなっていうのはちょっと疑問になるような、そういったですね、場面がちらちらと、見られましたのでですね、こういった辺もですね、うまいことチーム回していくためには単なるですね、確率の数字のですね、今までの過去の成績とかですね、実績だけで判断するんではなくて、この選手は一体どういうメンタルの特徴があるのかっていうのをですね、しっかりと見極めて使っていってほしいなというふうに思います。それでいくとですね、まあずっと言ってるんですけど、2番バッター誰かっていう問題なんですけど、今日ですね、中谷選手が2番打ちましたけれども、まあ今日はですね、もう誰も打てなかったんで、2番がね、誰だって、まあ多分負けてたと思うんですけどね。でもやっぱりですね、今日みたいにですね、その、打てない日は、やっぱり粘るとかですね、例えば1番の近本選手が初球をポンと打っててアウトになったらですね、2番バッターは10球粘るとかですね、そういったチームで相手を崩していくっていう、そういった姿勢が必要になってきますから、今日なんかはですね、近本選手がポンと簡単にアウトになって、2番の中谷選手も簡単にアウトになるみたいなですね、そうなってきたら3番のサンズ選手、全然集中力が上がらないんですよね。サンズ選手はですね、さっき言ったそのメンタルの特徴としては、僕が見る限りはですね、1、2番がですね、ものすごいいい仕事をするとですね、モチベーションが上がってパフォーマンスが上がるんですよね。1、2番がですね、素晴らしいバッティングをしたりですね、粘ってフォアボールで出塁したりですね、してお膳立てをすると3番のサンズ選手っていうのはものすごく打席で集中してるのが、ね、見えるんです。そうなったらですね、結構苦手な球でもファールで粘ってですね、ほんで、甘い球来るまで待って、ほんでフォアボールを選んだり、ヒットを打ったりっていうのができるんですね。まあだから、あれですね、得点圏打率も今リーグトップですよね。4割台でね、ものすごく高い、なんていうかね、得点圏打率も誇ってますし、チャンスに強いバッターですよね。逆にですね、1番があっさり凡退したら、ものすごくサンズ選手は集中力が低下してですね、パフォーマンスが下がるんですね。とんでもない球空振りしたりですね、ほんで別に悔しそうな素振りも見せずにですね、空振りしちゃったみたいな感じでですね、帰っていくみたいな。だから、3番のサンズ選手を生かすも殺すも1、2番次第っていうのがですね、僕が最近見ている限り結構ですね、そういうふうに思うんですね。なので、うまくいってる時はですね、近本、中谷っていうのはですね、もう早打ちですから、もう初球打ったりですね、初球ヒットとかですね、相手に当たるダメージ大きいですし、で、もう2球で例えばですね、2球で2人出塁とかですね、そんなことになるとですね、相手も嫌やし、サンズ選手もですね、よっしゃ、女俺返したるわっていう感じで、よく回ると思うんですけど、逆に打てなかったらですね、2球で2アウトとかになってしまうと、相手助けるし、サンズ選手もしらけてしまって、集中力下がるし、パフォーマンス下がるし、なかなか点にならないみたいなですね、そういった、まあ、メリット、デメリットがあるのかなというふうに思いますね。ということはですね、やっぱり2番バッターっていうのは、まあ、今の感じでいくと少ししっかりとですね、粘れるタイプの人がいいのかなと。中谷選手外野ですけど、これね、高山選手も調子上げてきまして、高山選手もですね、また先発で出てくる機会あると思うんですけど、同じ理由で高山選手も2番ではちょっとね、早打ちなんですよ。高山選手も早打ちなんですよね。あんまりフォアボールを選ぶタイプじゃなくて、もう初球からガンガン振っていて、多少ボール球でも振っていてですね、逆に多少ボールでもヒットにしてしまうみたいな、そんな選手ですから。だから近本選手の後を打つということは、やっぱりですね、粘れる人がいいのかなということでいくとですね、上田選手にもうちょっと頑張ってもらうか、まあ、木浪選手でいくかが現状いいのかなというふうな気がですね、今日見てて、少し思いましたですね。なので、明日ね、誰で行くのかっていうのも一つ注目ポイントですね。まあ、ずっと言ってるんですけどね、ずっと2番誰で行くのが注目ポイントやって言ってるんですけど、だからね、
昨日活躍したから、昨日、一昨日ね、中谷選手活躍したから、今日も中谷選手。で、今日全然あかんかったから、じゃあ明日別の人に変えるみたいなですね。これコロ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 変えていくっていうのは、やっぱりですね、2番バッターはあんまり良くないと思うんですよ。2番は固定しといて、調子のいい人をコロコロ変えるっていうのは、回の方を変えていってくれればですね、そんなにチーム全体に与える影響もないし、その、調子がいい選手もこう生きてくると思うんですけどね。2番バッターも誰か固定してですね、調子のいい人を日替わりでこう変える、打順っていうのは、まあ、7番とか8番にですね、それをこう、開けとくみたいなですね、そんな感じでいったらいいんじゃないかなというふうに思いますね。それとですね、今日はもう一つ、岩崎投手がですね、戻ってきましたですね。藤川球児投手抹消になってですね、その代わりに今日登録されたのが岩崎投手ということで、どのぐらいのですね、まあ、ピッチング、まあ、調子が戻ってるのがちょっと不安ではありますけれども、まあ、戻ってきたということは、まあ、投げられるということでしょうから、8回が岩崎投手、9回スアレス投手の形にね、戻っていければですね、そうするとですね、7回とかですね、6回を、これここ、馬場投手とかですね、望月投手とかですね、この辺が、あと左には能見投手とかですね、この辺で脇固められますから、ってなったら、リリーフ陣もようやくですね、形がですね、まあできてく、まあ、もう今までも形できそうになったら崩れてみたいなのが繰り返されてましたから、なかなかカッチリしたのがね、できないんですけど、ようやくカッチリとしたですね、リリーフ陣がですね、できてきたのかなというふうに思いますので、この辺はですね、期待持てるんじゃないかなというふうに思います。はい。ということでですね、まあ今日はですね、完敗ですから、切り替えもできるでしょうということで、今までもですね、大量得点の後は全然打てなかったりですから、まあ逆もあるかなということで、今日はもう全然打てませんでしたけど、明日もしっかり切り替えてですね、明日は打ち勝ってほしいなというふうに思いますので、明日もですね、しっかり応援していきたいというふうに思います。はい。ということで、今日の動画はですね、このあたりにしたいというふうに思います。また明日ですね、試合の後に動画を配信したいと思いますので、また明日よろしくお願いします。そうしましたらですね、最後まで話を聞いていただきまして、ありがとうございました。さようなら。